なんだっけ、なんだった、いいのこれ、本当に大丈夫、 こんな感じで、そういう感じちょっと待って、ごめん、下手ちょっともう一回やばい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 、ちょっと止めて一回もう本当もう笑苦笑いした方がいい、あ、ちょっと待って、あのやっぱブランディング間違えた、ちょっともう一回撮り直していい、一次審査は、久々にそこにジャッジされる場に行ったので、ああ、なんかこういう感じか、懐かしいなみたいな感じ。でもめちゃめちゃ緊張した。ね、モデル以外に3児の母と、あとは女性の美と健康のサポートで、今、新しい美容プロダクトを作って、より出そうとしてます。いや、ブランディングじゃない。でも元々だから、歩きたかった、パリコレ出たかった、だけども身長がね足りない、170で、そうこうしてるうちにもう年も取ってしまって、子供もね3人できて、やっぱりこう子育てと子供優先で、やっぱり自分のことって後回しみたいになってくるじゃないですか。その中でやっぱりこう自分の中で持ってたこうパッションみたいなのがいつの間にかこう蓋をしてたっていうか、それに対してやっぱりこうなんかしたいってこう気持ちがあるのにできなくて、うずうずして足踏みばっかしてこう先に進めないみたいな。だからこそ私がねパリのこうラウェイ歩くことによって、私みたいになんかしたいけどこう現状にもやっとだけど行動できてないっていう人に希望とかね夢を与えられたらいいなと思って、パリのランウェイデビューしたいと思います。のりこは美と健康を味方にして毎日をとにかくエンジョイしてます。で今は3人の子育てをしながら、自分の夢とかやりたいことを前のめりにちゃんと取りに行ってる、たくましくて美しくてかっこいい女性、思い立ったら即行動っていうところが、いや今回本当に東京でね一回日程組んだんですけど、もうやっぱり名古屋に行くと思って、そう本当このねだからパッションもねこの熱意を伝えたくて早く行きたいと思って名古屋に来たのよ、わざわざ神奈川から。昔から仕事でも新たな世界を切り開いていくという感じでした。ここぞという時のエネルギーとかパワーは本当にどこから来るのかなといつも思うくらい本当すごいすごいです。でも本当に子供を産んでから社会とのつながりが本当になくて、私ってなんだろうっていうか、なんかしたいってこうパッションもあるのに何もこう行動ができない、うじうじして、そういうところがねあったわけ。やっぱりね夢をね子供にも持ってほしい、なんか何でもできるよって、自分がこう思い描いたことやりたいって思ったことを自分の心に従って行動したら絶対にチャンスはつかめるしできるよっていうのを私が子供に見せたいし、子供にもそういう風にね自分がやりたいと思ったことをまっすぐこう神に行けるっていうことを伝えた。子供にとって子供が憧れるかっこいいママでいたい、ママってこんなに夢を追って自分のねやりたいことやってるんだっていう風にキラキラしてるママっていう風に思われたい、そんなママになりたい。